してるの？ここだ。おい、お兄さん、一杯飲んでって。いらっしゃいませ。良さそうな店やな。ありがとうございます。帰るよ。なあママ、この店錦山いう男の行きつけって聞いたんやけどな。実際よう来るんか？ええ。誰だあんた？真島言うもんや。お前は？あんたの探してる男だって言ったらどうする？俺がほんまに探しとるんはお前やない。牧村誠という女や。その子は立花不動産の桐生と一緒におる。その桐生のとこに案内してもらいたいんや。真島って言ったかあんた？ああ。俺がこの世界に入る前、島の組に真島って人がいたらしい。下手打って左目えぐられたって聞いてるよ。それ以来町から姿消したってさ。登場会に復帰したってことですか、真島さん？まだや。だったらなんで牧村誠を追ってんだ？あの子を守るためって言うたら信じてくれるか？何？お前の兄弟分はどこや？牧村誠どこに隠しとる？錦山君、お前じゃ俺には勝てん。笑わせんな。会ったばかりで俺の何が分かんだよ。今ので何も分からんようやから、お前は俺に勝てんのや。あんたも分かっちゃいねえよ。あんたの目に俺がどう映ってんのか知らねえが、俺は死んでも兄弟を売る男じゃねえ。なるほど、そういうことかいな。確かにあんたは強えらしい。それでも俺は引くわけにはいかねえんだよ。レイナ下がってろ。Get!
やめてほしいんやったら言えや、錦山。霧生はどこや？待って、あなたが探してるのは牧村誠でしょ？あ？よせ、レーナ。彼女なら姿を消したわ。もう霧生さんの元にもいない。どういうこっちゃ？錦山君も今彼女のこと探してるの。ここに来たのもその誠さんを探すために。ほんまなんかその話？3時間くらい前だ。彼女の兄貴が殺された直後、行方が。ちょっと待て、なんなんや誠の兄貴っちゅうの。知らないのか？立花哲、立花不動産の社長は彼女の実の兄だ。何やと？二人は中国残留孤児の二世で、10年前に中国で生き別れてる。一人で日本に密航してきた立花は、後から妹も来日してたと知って彼女を探してた。牧村誠の方もずっと兄貴を探していたらしい。彼女が蒼天堀にいたのは、そこに立花がいると思ってたからだ。その兄貴がひでえ殺され方して、あの子はしばらく放心してた。俺も桐生もかける言葉がなかった。気がついた時にはあの子は姿消してた。目が見えねえはずなのに、どこ行ったんだ？最後に女見たんはどこや？西公園のホームレス街。そこに連れ帰った後にあの子は消えた。そしたら今頃町を出歩いてるかもしれんちゅうことか。あの子はヤクザが行さん狙っとるんやぞ。あんた、さっきあの子を守るために探してるって言ったら、あれ本当なのか？ああ。だったらあんたも探してくれ。あの子に何かあったら俺も桐生も死んだ立花に合わせる顔がねえ。くそ。
どこに目つけて歩いてんだ。こりゃ治療費がかかっちゃう。空の一坪は七福通りと太平通りに挟まれた一帯にある端切れの土地や。これが空の一つを。お前、まことなんやろ。そないなとこで何してるんや、お前。まこと？あなたにはまた会えると思ってた。お前見えとるんか。お前見えとるんか。なんとか街を歩ける程度にはね。あなたがそこにいるってことくらいは見える。どないなっとんねん。今日あの空の一壺で兄と10年ぶりに会った。でもその時私は目が見えなかったし、兄はもう殺されてた。その兄の体に触れた時、ずっと見えなかった目が光を感じ始めたの。そんなことがあるんか。兄の顔はどんなに顔を近づけてもはっきりとは分からなかった。分かったのはひどい拷問を受けて殺されたこと。堂島組のヤクザたちが兄をあんなたちのせいで。まさか復讐なんて考えなよ。やけになるな。事情が変わったんや。俺の雇い主はもうお前を殺さん言うとる。今のそいつの狙いはお前の命じゃない。あの土地をお前から買い取ることなんや。せやからそいつに大手土地手放したらもう誰にも狙われんようになる。安心せ、俺が一緒におる。何があっても必ず守ったる。私のことなんかどうでもいい。私には死んでもやらなきゃいけないことがある。もしあなたが私を助けたいと思うなら手を貸して。兄を殺したのは空の一坪を狙うヤクザたち、堂島組の3人の幹部、
そして堂島総兵。俺にそいつらを殺せっちゅうんか。お金なら払える。10億で足りる。もともと私のことも殺そうとしたんでしょ。お願いだからあいつらを殺して。きっとあなたは兄がそのために私と出会わせてくれたんだよ。だったら兄は私が仇を討つのを望んでるってことでしょ。お前の兄貴がそんな男のわけないやろが。待て。ほっといて。もう一人で平気だから。マコト、ほっといて。なあ、たこ焼き食いかんか。たこ焼きや。それ食った後でまだほっとけ言うんやったら俺はそこで消えたる。またお腹が空いてるから落ち込むんだっていうの。あかんか。いいよ。でも食べたらもう私に構わないで。その話は食ってからにしろよ。本当に食べに行くの？たこ焼き。当たり前やろ。行くで。行くで。足元気ぃつけや。まだよう見えてへんのやろ。ようそんなんで町中歩けたな。怪我してへんか。大丈夫だから。たこ焼き屋に人がめっちゃ並んどる。そう。そういえば私さっき屋台を見かけたか。屋台ってたこ焼きんか。多分匂いがそんな感じだったから。どこで見たいの。なんか広場みたいなところ。周りに大きな建物がいっぱいあった。この辺りで広場言うたら劇場前広場やろうか。ほなそっちに行ってみようか。スキー連れてきてよ。
と。ん？走らないで。気にすんなよ。だとちょっと走り疲れただけよ。せやからちゃんとはぐれんでついてきや。たこ焼きの屋台この辺りだった気がする。そうか、ほな探してみるか。平気だから。お客さんどうです？時間かかってすまへんが、せやけどまずはたこ焼き食ってからで。段差気ぃつけや。二つくれや。はいよ。はよしてや。はいはい。優しいんだね。うるさい。いい人じゃない、ね。グダグダ言うとらんとさっさと焼け。いい人です。私なんかのために大変な目にあってもまだ私を助けようとしてくれる。この人がいなかったら今頃もう私は美味しそうですね。いい匂い。そうでしょ。よし、おまけでもう一つサービスしちゃう。本当ですか。ごちそうさま。大阪にも負けてないね、カムロ町のたこ焼き。なあ、そんだけお前は世間知らずやったっちゅうで。そうだね。どうやって堂島組に復讐する気ないんや、お前。教えない。アホな真似はよせや。それにもし俺が手伝ったとしても組の人間に手出したら連中はどこまでも追ってくる。結局お前は殺されんだ。その場合どないな目に遭わされるか俺にもわからんの。私のことはどうでもいいって言ったでしょ。もう少しだけ考える。今さらそんな急ぐ必要あらへんやろ。それならあなたの方も考えて、私に手を貸すかどうか。あなただって考えが変わるかもしれない。美味しかったな、たこ焼き。まあ、もう一個食べない？私買ってくる。ここにおれや。まだ目がよう見えんのやろ。俺が買うてきたる。ごめんね。すぐ戻ってくるわ。ジョー待っとけ。
おお、気をつけてよ。何急いでんだ。ねえ、ちょっとお兄さん。あんちゃん、あ、たこ焼きくれや。何言うとるんや、お前。さっき公園から出てきたお姉ちゃんからあんちゃんに伝言預かっててね。何やと。その子もあんたの名前知らねえっつうから、たこ焼き持ってんの目印に声かけろってさ。お姉ちゃんは誠って名乗ってたけど、伝言の相手あんたでいいんだよな。あのアホ。明日の5時空の一坪の上にあった屋上に来てって。そんだけ伝えたらあんたには分かるって言ってたけど。明日5時屋上。伝言のお礼はあんたからたこ焼きもらってくれてさ。さっさと持ってけ。ごちそうさん。よろしく。